こんにちは。こんにちは。小林コーチ。はい。今回、ある企画に挑戦していただきたいんですけれども。はい。何ですか？風間彌弘監修サッカースクールのコーチが、風間彌弘からの宿題に挑戦してみたという動画を撮ってみたいと思ってます。今日は小林コーチだけじゃなくて、ドラムのコーチを助っ人で呼んでやってみたいと思います。じゃあ今日は今井コーチと猪瀬コーチもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速挑戦していただきたいと思うんですけれども。はい。やろうや。はじめ。やってこいってことですね。こっちでしょ。コントロールとかはもっともっといいものがあるかなって。これでも難しいよね、この速さで、うん、やっぱ、うん、これうまいですね。これうまい。もうちょい速いと多分逆取れなかったっていうのと、うん、どうだろう、難しいな。でも表ついてそう思ったんだったらそうでもすごい抽象的だよね。まあ普通に考えて、はいはい、もっと大きくするためより良くするためにいいってことだよね。時間をもっと短く早く行けるってことね。昔でもこれしろって言われたよね。言われましたね。あったね。これ一もありかなと思うんですけど、見えないっていう意味で。まあ最初は早かったけど、最後少しミスも含まれてると思うので、う、まああとはタイミングも良かったですよ ね、 そうですね。もう少しすると捕まっちゃいそうだけど、ただまあ今ぐらいのでも多分縦に運ぶことはできたので、うん、だからまあ走るコースは、走るコースもまあ最後は最短に行ったかなと思うけど、内側入ってて面白かったかもしれないと思うから、最初に、うんうん、そうすると私のやつはもう一個もらったりとかできるしね、でさらにもう一個良かったのは詰めてるところが良かった。センターバックを取りに行った方が良かったですよね。そうだね。さっきのやつとかどういう風な練習してるかすごい出るよね。跳ね上がるの待たずに、でまあ、相手も寄せてきてるけど、これ、うん、もうそのまま、うまくショートバウンドのところで、はい、あ、そう、俺、ボール持ってからだと思った。あの、要は、ビヨンって、うんうん、ああ、そういうことですかね。ヤギロさん、これ出すかなみたいな。なるほどね。円になっちゃったわけですね。はい、要するに、そこですね。で、このサイドバックのを見てれば、そっち側取れるぞって話ですね。うん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 、これも大丈夫なんじゃないですか、うん、止める距離とかでもよく言ってますもんね、うんうん、せーの2番お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。まあ、3人とも見方はいろいろあるけど、ただやっぱ絶対なことはあるね、うん、普段やっぱそれ話してるからあんまり変わりは僕らの中ではしないですよね。やっぱどこから考えるとか、うん、あとはボールのこととかっていうことはやっぱ話出てましたもんね、うん、あとなんかいいなと思うのは、そのこのことだけじゃなくてこの映像を見る中で他のこととかも確かにやっぱ気になることみんなあるから、うん、あの話してて面白いし、これやってて面白いですよね、うんうん、一つのね、あの問題だけど何個かやっぱり問題が起きてたりとか、そういうところとか見るの揃ってるとね、うん、あ、一緒にやってんだなっていう確かに。ただ答えはどうなのか、これが明日までなので、うん、動画が出る頃には多分もう締め切り終わっちゃってるかなと思うんですけど、それ以降であの回答解説がカルリーメイトさんの方から出るみたいなので、またそれも僕らでも確認したいなと思います。では今回はお疲れ様でした。ありがとうございました。